はーいと、今日はですね、かねてから、金平製麺さんが一生懸命いろいろと話してた、ホルモンうどん、サスケ豚ということでですね、これですね、見えるかな？照明がね、ちょっと邪魔なんでね。サスケ豚のホルモンということで、岩手探求というシリーズで、ピリ辛味噌、味のホルモンを出しますということで、これ、サスケ豚のマークと、それから金平さんがコラボしたという、そういうふうなうどんですね。できたらば、アルミ鍋っては全然聞いてなかったんだけど、アルミ鍋ですね。中身はこういうふうになってますね。ここ、IH。ガスと IH 対応のアルミ鍋入りで、これ結構、量が多いような感じだね。さて、サスケ豚のホルモンの特徴ということで、これ、まずはこれ。岩手の二戸、サスケということで、折詰三元豚ということでですね。まあ、三元豚ってのは後輩の形ということなんですけども、そのホルモン。で、この、臭みの少ないサスケ豚のホルモンを柔らかく仕上げ、癖になるピリ辛味に自慢のうどんと合わせました。ということで、岩手県のコラボ商品ということですね。これ美味しそうですね、でもね。これから寒くなってくるといいだろうね、という商品を今日はご紹介をしてみます。はーいと、じゃあ、今度は蓋を開けてみてですね。ここ、見ててください、ここ。ホルモンって書いてあるんですね。豚ホルモン。豚ホルモンと中華調味料、植物油、豚肉加工品でありましてですね。そして味付けが結構中華系だけど、トーチーとか、ファージャオとか、それから、胡椒とかって入って、ちょっと辛めの味付けと、ニンニクも入ってましたもんね。こういう味付けになってて、バッとひっくり返すとですね、ここ。今度はこういうふうな食べ方のことを書いてますね。体禁止。サスケ豚ホルモンのお召し上がり方。ということで、鍋の中に入ってるホルモンスープうどんを取り出して、沸騰のうどんをホルモンを入れて、あ、違うな。逆だ。鍋に水 250cc から 300ml、cc のミリリットル、おかしいね。鍋に水250から 300ml スープの、順に入れ、よく混ぜ、火にかけると。うどんを先に入れると、体気の恐れがあります。そりゃそうでしょうね。それから沸騰後、うどんとホルモンを入れて約2、3分煮込んで、鍋は熱くなっていますんで、やけどには十分気をつけてお召し上がりくださいって。まあ、暑いと思いますので皆さん気をつけてくださいよ。で、金平製麺の、ジョの商品はこちらということで出てましたので、まあ、こういうふうな作り方。じゃ、具体的なその商品の方ですね。これはまずタレですね。ホルモンの煮るスープですから、これ。それから、あと次、これが、サスケ豚のホルモン。ということですね。これ。ホルモンちゃんと入ってますね。見た感じ。どこの部位だかちょっとパックしてるんでわかんないけど。そしてあとはうどんということで、まあ、従来の、鍋焼きうどん。価格だけの鍋焼きうどんで、今、本当にもう容器も上がってきてる。アルミ高くなってきたんですよ。では、これ、一つ一つの容器もね、高くなってきてるので、まあ、こういうふうな形で大切に食べていきましょうね。そういう具材です。じゃはーいと、出来上がりですね。サスケ豚のホルモンうどん、金平製麺さん。これですね。岩手探求というシリーズで、さて、あら？チリ電源がないけど、これ、ホルモン、そして、うどん、
ということで、あとスープという、この組み合わせのものですね。で、今回はネギだけ入れてみました。さて、問題は、まずは一つ目、スープですね。中華風の味といえば、中華風の味ですが、ちょっと汁こぼします。怒られそう。ということで、なんとなく、これ、普通の味噌じゃなくて、確かに中華と言われれば中華。じゃあ次、うどん行ってみます。はーい。はい、どうぞ、汁こぼさないように。うん。ホルモンと、フォアジャオと、ドゥーチ、単純な味噌じゃない。なるほど。これ、美味しい。うん。で、じゃあホルモン。硬いと思ったら、全然、硬くない。うん。食べやすいよ。うん。これ。このスープ独特で。いい香りするね、ホルモンの。これ、今までの、うん。鍋焼きうどんの概念変わる？味噌、うん、ホルモンうどんの概念。うん。これ、やみつきになるかもしれない。南蛮だけじゃない。美味しい。うん。これ、あの、卵落としたくなるけど、やめた方がいい。雑味になる？うん。せっかくの美味しいホルモンの味が。ダメになる？うん、ダメになると思います。はい、じゃあ、はい、ホルモン、はい、大丈夫食べれる。このホルモン柔らかいから食べれる。はい。年寄りでもいける？年寄りでもいけると思う。はい。はい、はい、どうぞ。年寄りの日本ですか？うん。あ、これ、本当に不思議な味だけど、美味しい。うん。うん、金平さん、お見事ですね。俺はもうちょっとフォアジャオを足したくなるかもしれない。おいフォア。おいフォア。フォアフォアフォア。美味しい、ホルモンでございました。なるほど。いい商品が次々出てきますね。お見事でございます。いくよー。はい。はい、ということで。入ってない。はい、ということで、一回目食べたらば、なんかこの、だし、スープ、豆腐入れると合うよねっていうことで、たまたま今日湯豆腐してあったんですけど、合いそうな気がしますね。それで、豆腐入れて煮てもらいました。これで果たして合うかどうかということで、ちょっと豆腐だけ。ごめんなさい。ああ合う。ほう。ホルモンと豆腐やっぱり合うもんね。もしかするとこれ、大根の、大根、こんにゃく、味が濃いやつ、足すと、伸ばせると思う。だから結局少ないものを、こう、量を増やして食べると、食材の節約にもつながるから、昔で言う、家庭飯っていうの、これ、家庭麺にしてしまって、こう、量増やしていくと、最後、締めも食べれるので、これ、ありだな。
このもうちょっと煮てもいいかもしれない。美味しいよ。入れすぎるとちょっと最後かもしれない。うん、だから今のやっかけ、うん、オッケー。一回チンしてから入れる。じゃなくて一人前を二人前三人前に増やして食べると一食分、例えば300円とかね、350円だとしても3人で伸ばせば100円でしょ。それにほらいろんな具材足し、野菜足してでやってもうまくいくかもしれませんね。あとはこのアルミ鍋のないセットも欲しいかもしれません、この商品だと。そうね、うん、美味しゅうございました。